さあ、晩ご飯です。今日は私の生姜焼きサラダスパゲッティ寿司汁キムチソースケなどなどが過ごしております。ではいただきます。一晩だけ熱がするってやつが、多分そうだったと思うんですけどね。
生姜焼きってうまいよね。でも、なかなか食べる機会がないんだろうな。you
うん、うまいわ。
そうそう。昨日、焼肉ランチ食べたんですけど、うまかったですね。自分で焼いて食べるパターンで。もう早いパンパン。
肉肉とご飯食べれました。ありがとうございます。それでは今日もごちそうさまでした。